わわわわわわわずっとそんな調子だね、ゆらちゃん。そんなに気に入った？はい、めちゃくちゃ気に入りました、このチビキャラ。俺たちにそっくりだし、可愛いし、かっこいいし、可愛いし。よかった。これを使っていろいろファンのみんなと仲良くできたらいいなって思って作ってもらったんだよね。もうマジのマジで最高です。お答えファイオーも、まあ俺も送っちゃおうかなって。それはやめてよ。え、待って、送ってないよね。うんうん。もうダメだよ、ゆなちゃん。ごめんなさ。ゆなちゃんは聞きたいことがあったら、ミクリたちに直接聞いてくれたらいいんだからね。神。お疲れ様っす。あれ、二人とも早いな。お疲れ様です。です。お疲れ様です。みんな揃ったね。それじゃあ第1回グッズ会議を開催します。ヒューヒュー。口で言うんだ。口笛下手なんで。じゃあやんな。こほん。ではでは早速どんなものが欲しいか意見を言っていってね。はーい。ミコ、ブー、ガビニン、キャハ。マジか、ホゲー。喜怒哀楽びっくり、もっとびっくり。そう、それ。確かにそんな感じで言ってそうな絵だよね。すごくかわいいでしょ。というわけで、表情差分を使ったお腹を押すと喋るぬいぬいを。却下。一体一人に何パターン作る気なんだよ。最低でも 4×5、20個もぬいぐるみいるの？俺なら買う。桜井くんならね。かわいい案だけど難しいかも。くそ。愛かな。かわいい。残念。なんかライブ映えするものが欲しいよな。確かにそうだね。光るものってことかな。光るサイリウム？あ、光らせるといえば。言えば？俺、ゲーミングマヨネーズ欲しいです。は？ゲーミングマヨネーズっていうのは、俺の好きかける好きでして、まずキャップのあたりが七色に。ゲーミングマヨネーズ。あやふみ、あいつと話すな、頭が悪くなるぞ。ちょ、ひどいですって。